マルキーズイコールテレーズ・デュー・パルクは、フランスの女優。モリエールの劇団などで活躍した。絶世の美人であったと言われ、コルネイユ、ラシーヌ、モリエールら古典主義の三大作家をはじめ、様々な男性の心を引きつけた。裕福な商人の家に生まれる。父親であるジャコモド・ゴルラは、オペラ・トゥールと呼ばれる、薬を売る商人で、1635年頃から、リヨンに居住していた。 オペラトゥールが薬を売る際には、楽器演奏や、中世風のファルスを演じたりして客集めから始めた、ため、大道芸とは来ても切り離せない関係にあった。マルキーズも幼い頃から、父親の商売を助けるために、こういった舞台に立っており、これが、バレエの名手と呼ばれるための下地となっているとする説も、ある。パリに次ぐフランス第二の都市であったリヨンには、数々の劇団が往来し、 時に定着した。マルキーズも一時、この類の劇団に加入していたらしい。モリエールの劇団がリオンにやってきたのは、1652年12月のことである。そこでマルキーズは、ルネベルトロと出会い、1653年2月19日に結婚契約書を作成した。モリエールはその承認の一人である。2月23日に結婚式を、 サントクロワ教会で挙げた。ルネは使用人やメシいの役を専門とする俳優で、芸名でデューパルクと名乗っていた。したがって、マルキーズの芸名はマドモアゼルデューパルクとなった。モリエールは、マルキーズの美しさに惚れ込み、美貌を称える詩を彼女に送っている。マルキーズの父親は、この結婚に際して、持参金を3000リーブル用意した。これは、 かなり裕福な市民でなければ用意できない金額で、ただの俳優どころか流行の最先端を行く高級店舗を経営する商人との結婚さえも可能な額であった。しかし、ルネの方もそれなりの資産を有しており、マルキーズが役者の道を選んだのは自分の意思に従ってのことであったことがここから伺える。1653年、モリエールの劇団がかつて モリエールと学友であったアルマンド・ブルボンから招待を受けたため、それに伴ってコンティコーの別荘がある町、ペズナスへ赴いた。コンティコーはフロンドの乱で敗北して、以降、居城にこもり、ひたすら快楽にふけていた。この年、愛人であるカルビモン夫人を喜ばせるために劇団を呼び寄せて芝居を楽しもうと考えていたのだが、 到着すると、すでに他の劇団が、カルビモンプ人に贈り物をして、契約に成功しており、コンティコに冷たくあしらわれた。愛人の言いなりだったコンティコには、モリエールの劇団はもはや関心がなかったのである。旅費すら出してもらえそうにない態度に困ったモリエールは、仕方なくしばらく、ペズナスで芝居を行うことにした。コンティコの秘書を務めていた、詩人、サラザンはこの芝居を見て、 マルキーズの美貌に惹かれ、何とかして劇団をこの地に止めたいと考えた。正直に劇団を変えてくださいなどというわけにもいかないので、二つの劇団を競合するようにそそのかしてから、カルビモンプ人にモリエールの劇団の方が優れていることを説いて納得させたのだった。サラザンの計画は守備よく進み、こうしてモリエールの劇団は本機構の秘護を獲得するに至った。 これによって劇団の財政はますます安定し人気も高まっていった。マルキーズの美貌が劇団に貢献したのである。1654年3月、長男が誕生。1658年には女の子を出産。1657年に突然のコンティコーの心変わりによって、モリエールの劇団は非護を失ったが、もはや路頭に迷うような程度ではなくなっていた。 すでにマルキーズは劇団の看板役者となっていたが、その夫であるグロルネも大活躍を見せていた。テキストは現存していないが、坊やのグロルネとか、グロルネの嫉妬などといった作品が制作されていることがその少佐である。1658年、モリエールはパリ進出を目論んで、その下準備を進めていた。その一環として、 パリと目と鼻の先にあるルーアンで成功を収めて、より一層の自信をつけようと考えていたのである。ルーアンには、コルネイユ兄弟が居住しており、モリエールの彼らに対する警護の情もルーアンに立ち寄った動機の一つであるという。出産のために別行動をとっていたマルキーズは、劇団に遅れて1658年5月月末に、ルーアンに到着した。 出産の疲れも一段落したマルキーズは、ジルベールの作品、ディアーヌとエンデュミオンの恋の中で、夜の女神を演じた。この役を演じるマルキーズを見たコルネイユは、恋の歌を彼女に捧げた。コルネイユ兄弟は、すっかり夢中になり、マルキーズを熱心に口説いたが、兄のピエールは50歳を過ぎており、すでに当時では、老人とも言える年であった、大作家に、 マルキーズは冷たかった。弟のトマは兄ほど、秘策の才能もなく、ほとんど相手にもされなかった。こうして、ルーアンを立ち、モリエールの劇団と共に、パリに到着した。同年10月24日に、ルーブル宮殿にて、国王ルイ14世の午前で公演を行い、大成功を収め、劇団は、プチブルボン劇場の使用権を獲得した。 1659年頃から夫と共にマレー劇場の舞台に頻繁に立っていたが、1660年の復活祭までにはモリエールの劇団に戻ってきた。この行為の意味はよくわからないが、モリエールの配役に対する不満があったのではないかとする説がある。この頃劇団は彼女とカトリーヌ・ド・ブリー、マドレーヌ・ベチャールという三人の看板女優を抱えており、モリエールは 彼女たちが配役に不満を抱いて対立しないように苦心していた。この件に関しては旧友であるシャペルからの勧告もあり、間違いないようだ。夫妻と入れ替わるように、マレー劇場の花形役者であったジョドレとその2位、レッピーがモリエールの劇団に加入しているので、何らかの取り決めがあったのかもしれない。1659年10月にジョディを出産しているところを考えると、 ほとんど舞台には立てなかったと思われる。1661年には、モリエール発のコメディーコールバレである、旗迷惑な人たちが、財務大臣、ニコラ・フーケの命で制作され、彼の居城である、ボーイコールルイコールビコ城で上演された。この上演は、フーケ主催のパーティーの一環で、この催しには、国王ルイ14世をはじめとして、王母アンヌドート・トリッシュ、王帝フィリップ一世、 その日、ヘンリエッタアン・スチュアートなど、早々たる気品が招かれていた。この上演を、ラフォンテーヌも見たようで、彼もまたマルキーズの魅力に心を打たれた一人では、ないかとする説もあるが、確証はない。はた迷惑な人たちは、悲劇とバレエを組み合わせるという、新たな思考を凝らして制作された戯曲であった。 バレエは、マルキーズの最も得意とするところであったので、この擬曲で役をこなすとともに、華麗なバレエの技を披露して、観客を魅了したという。この擬曲は、パレロワイヤルでも市民に向けて公開された。1663年1月、男児を出産。モリエールが名付け親となった。1664年1月のルーブル宮殿における、強制結婚の初演では、 鮮やかな踊りを披露し、宮廷貴族たちに強い印象を与えたという。同年5月に、ベルサイユ宮殿にて開かれた催しにおいても美しい、バレエを披露し、大評判を取った。1664年10月、夫のルネベルトロが病死した。彼女は、夫が亡くなるまでは、数々の誘惑を受けながらもそれに応じない、非常に大切な女性であった。 10月29日にサンチェルマンドクセロワ教会での葬儀の後しばらくの間劇団はもに服し、1665年の復活祭までは夫の給料もマルキーズに与えられることとなった。ちょうどこの数ヶ月前の1664年4月にモリエールの劇団はラシーヌのデビュー作ラテバイードを上演にかけていた。モリエールはこの詩人のけうな才能を見抜き、 この作品を1ヶ月に12回も上演するなど、並々ならぬ肩入れをしていた。1665年にはそれに引き続いて、第2作目、アレクサンダー大王を初演したが、ラシーヌは、その2週間後に同作を、ブルゴーニュー劇場に持ち込み、上演させてしまった。当時の暗黙の了解として、戯曲作品の出版までは、それを演じている劇団の利益を損ねるような共演は、 しないというものがあったため、ラシーヌとモリエールの中は一気に悪化し、モリエールはラシーヌに上演料を払わないまま、喧嘩別れとなってしまった。ただ、ラシーヌには、心残りがあった。モリエールの劇団で上演された、アレクサンドル大王において、インドの女王、アクシアーヌを演じたマルキーズが忘れられなかったのである。結局、ラシーヌの引き抜きによって、百六十六年十二月に、 初演が行われた、モリエールの儀曲、メリセルトを最後に、マルキーズは退団し、ブルゴーニュ劇場に移籍した。1667年、ラシーヌの悲劇、アンドロマックにおいて、ヒロインに抜擢され、大成功を収めた。この成功によって、女優として、最高の時を迎えるが、その1年後に休止した。打体の失敗による失血が原因となったらしい。 彼女の葬儀の様子が詳細に伝わっているが、それによればラシーヌは息も絶え絶えに泣き晴らしていたという、半ば死んだ状態だったとも伝えられている。ところが、死後11年が経過した1679年に、再び世間の人々は彼女を思い出すこととなった。同年に発生した黒三サ事件の中心人物として逮捕されたら、 ボアザンが、マルキーズはラシーヌによって毒殺されたと、とんでもない供述をし始めたからである。当時の政府当局者たちが、この証言を重大視したおかげで、すでに演劇界から引退していたラシーヌは裁判所に、召喚され、特別審問に付されるなど、逮捕寸前にまで追い詰められた。どのように逮捕を回避したかは伝わっていないが、おそらく、ルイ14世に直接訴えたものと思われる。 結局、この、毒殺剣技事件は解決されないまま迷宮入りとなった。はた迷惑な人たちを見たジャンルでは次のような表を残した、デュパルク城。この美しい女優は、気高い容姿を持って、老症しても、舞踊においても、人の心を奪わずに演じることはない。彼女の死体と顔立ちが、無数の男を虜にしたように、その見事なステップもそれに劣らぬ恋の囚人を、 生み出すだろう。吐息を漏らす、男たちの群れがその承認である、舞踊に長けていたことは、死後、メルキュールド・フランス誌に掲載された以下の表によって、裏付けられる、彼女は美しく、スタイルもよく、踊りの名手だった。とりわけ、跳躍を含む軽快な王のバレエで、抜きん出ていた。いくつかの見事なカブリオールを踊ってみせたが、そんな時彼女の足と太ももの一部が、両脇に、 スリットの入ったスカートのおかげで見え、同時に小さなキュロットの上部に止められた絹の靴下まで見えるのだった。しかし一方で、ニコラボアローデプレによるこのような表もある、ラシーヌはデューパルクに恋していた。彼女は背が高く、スタイルは良かったが、女優としては下手であった。ラシーヌは彼女のためにアンドロマックを制作し、彼女にこの役を教え込んだ。 まるで生徒に教えるように、彼女に稽古をさせたのである喜劇では、成功を収めたマルキーズであったが、悲劇ではまだまだ教えるべきことがたくさんあったのだろう。ボアローは悲劇を演劇の最高ジャンルとして考えていたので、下手な役者に見えたのかもしれない。モリエールの儀曲、ベルサイユ即興劇第 1K には次のようなシーンがある、デューパルク上まあ、私だったら、 こんな役は下手にしか演じられないわ。なぜあなたが、こんなもったいぶった女の役をくれるのかわからないわ。森エール、これは驚いた。その口ぶりは、女房学校批判の時の配役に文句をつけたのと同じだね。でも、あなたの役作りは素晴らしかったし、あなたの演技が最高だったのは、注目の一致するところさ。この役だって同じ。本当だとも。 あなたは自分を思う以上にうまく演じるに決まってるよ。デューパルクジョどうしてそうなるの私ほど気取らない女はいないじゃないの。モリエール、その通り。だからこそあなたは、自分の気質と、正反対の人物を見事に演じて、あなたが優秀な女優だと人々に、ますますはっきり理解させることになるのさ。ベルサイユ即興劇は、女房学校をめぐって勃発した論争において、 制作された戯曲で芝居制作の舞台裏を見せつつ敵対者たちを攻撃する内容となっている。すなわちこの戯曲のセリフは現実的な裏付けのあるものと考えられる。この場面においては彼女の優れた演技力と表裏のないまっすぐな性格がうかがえる。こういった表は現存しているものの資料は乏しく彼女の人物像についてはほとんどわからない。 類稀まれな美貌を持ち、どのような男性にも愛嬌を振りまいたので男性の心をよく掴んでいたようだ。ちくま房は世界古典文学全集47モリエール1965年刊行版。ありがとうございます。